びっくりした。これ朝起きたら。これって朝起きたらこんな感じで。多分これ変身し始めますね。すげえ。すごくないですか？なんか縮んだなと思ったらこんな感じで、こういうやつがこれに変わってました。朝起きたらなんかすげえ、こんな、だからちっちゃくなったと思ったんだよな。こうやって変身するの、すげえ。今からですね、このアゲハの幼虫の、カゴを洗っていきたいと思います。ちょっとウォーキング前にしっかり洗ってしていきたいと思います。こういう感じでですね、一つもうさなぎ、これなんていうの、蚕になって、朝起きたらこんな感じになってました。多分この右の幼虫もなりますね。で、見たら分かるんですけど、ここにもちょっといるんですけどね。で、これ人参の葉っぱを食うんですよね。なんか人参の葉っぱが好きらしくて、めちゃめちゃ食いますよ、これ。で、お待ち、臭い。なんか見てください、こんなうんこするんですよ。やばくないですか？これ逆に言ったら多分結構使えるんですよね。で、どうしよう、うんこが混ざってしまったからな。けどこれで、ただね、あそこにへば、これが新しい土を持ってきました。ちょっとね、うわ、こっちのこれが動き出した。うわ、臭っ。こんな臭いんかい。うわ、ちょっと動き出した。なんでだ、めちゃめちゃ動いてるやん。ちょっと容赦ってくれ。用心して洗わないと、まだ声抜け出してる。大変だ、掃除も。土いらんかもしれんな。で、この好きな人参の葉を、このさなぎちゃんもここに戻しますと。ちょうど人参はいっぱいあるんでね、こんな感じでめっちゃ食いますからね。これ全部食われてるんで、すごい。はい、こんな感じで掃除と終わりましたね。同じこんな感じでね、いつ孵化するんだろう。1匹だけなぜか孵化しないんだよな。